はい、こんにちは。今日はですね、いじめの対象がこううまくいかない理由って一体何なのかっていう、そういうお話をしていきます。で、ちょっとした雑談なんですけどね、こうもう6月も終わって7月に入ってですね、でジムが解禁されて、まあ、1ヶ月ほどが経って、で久々にですね、僕をこうジム通いたての頃に見てくださったトレーナーの方とですね、会話をしたりとかしてたんですけど、まあお互いにその自粛期間中何してたかとかそんな雑談をしたりとかして、急に2時間3時間もトレーニングしたら腰やっちゃってねみたいなことをこうトレーナーの人とかしたりしてたんですけど、僕もですね、こう声をかけてもらうときに、いやブルーホスさんこういつも見るとストイックにやってはりますねって、そろそろ空手とか戻ってきましたかみたいな話をしてですね、でやっぱりこう1ヶ月半近くジムに行けない期間があったので、家でちょこっとしたその自重トレーニングとかやってたんです、自重トレーニングとかやってたんですけど、まあ器具を使ったトレーニングとかっていうのが1ヶ月ぶりとかでなかなかね久々だったりとかしたんで、やっぱちょっとなかなかこう1週間のうち4日5日くらいは筋肉痛ですねって言って、やっぱこう数を今まで通りやるのはまずいんで、ちょこちょここう数を1回2回で増やしてやっていた方が、セットとか1回2回増やしてやった方がいいですよみたいなこと言われてですね、なぜ再開して直後に言ってくれなかったみたいなですね話なんかもあったんですけどね、そのおかげで僕ちょっとね、もうなんか首のここが痛かったりとかね、今日も終わったら今度左肩が痛かったりとかって、こうなんか毎回こうね痛いところが変わったりとかするんで、ちょっとトレーニングの種類を増やそうということで、例えばですけど土曜日は上半身をめちゃめちゃいじめて、で日曜日は下半身をめちゃめちゃいじめてみたいな感じでシフトして、今日は下半身をいじめ抜いてきた日なので、まあまあプルプルっていうですね、お尻が痛いんですよね。まあそんなこともあって、皆さんもなので急にやめてたもの、急にやめざるを得ない状況で何かやめたものをまた急遽始めるってなった時には、やっぱりウォーミングアップから始めていかないと、まあ、筋トレにしろですね、勉強にしろとか仕事にしろとかって、やっぱりいきなりはなかなか取り組んだ時に今までと同じようなペースですることはできないので、まあ注意してください。まあそんな雑談でした。はい。ということで、元に戻しますね。いじめの対象を誤る理由っていうところなんですけれども、これですね、まあ、教員 の後輩なんかもいたりしてですね、いろいろとあるんですけど、やっぱりいじめ問題とかって露呈するとですね、なんであんなにこう学校とか教育委員会っていうのは対処が遅いんだとかですね、親は何してるんだみたいな話が結構あったりとかするんですよ。で、ずるずるとなんか対処というかその処理が長いっていう印象があるかと思うんですけど、実はですね、こうなんか教育に関するそのマニュアルというか要項というか、そのどっちかだったか教育要項とか何か忘れてしまったんですけど、下手ではなくて実はノウハウっていうのがしっかりしてるんですよね。じゃあなんでそのいじめっていうのが露呈した時になんかこう誤った方向に向かってってしまうとか、ずるずる長引いててしまうのかっていうと、実はその答えっていうのがそこに書いてあるいじめに対してのゴール設定っていうのが間違ってるんじゃないかっていう説が出てきたっていう話なんですよね。何かっていうと、学校っていうものにはその各学校とか各学級とか各クラスにそれぞれ理想とか目指すべき姿、要はこんなクラスにしましょうねとか、大きな声で挨拶をしましょうねとか、それから授業中は集中して勉強しましょうねとか、みんなと仲良くしましょうねとかって、よくあるのはみんなと仲良くしましょうねとか、友達を大切にしましょうねとか、そんな話が出てきたりとかすると思うんですけど、その目標に意固地になりすぎるがゆえにそこに着地させようとしてしまったがゆえに、対処がずるずる長引いたりとか誤った方向になってしまうと。で、これは前回の動画でもちらっとお話ししたことあるんですけど、いじめた子がですね、例えばまあいじめがあって、いじめた子がいじめられた子に対して謝って握手して仲直りしましょうね、これが大体のパターンだと思うんですけど、でもそんなもんっていうのはいじめた側からしたら単なる表面上の反省ですし、仲良くしたふりをしてるんですね。今までごめんねとか言っておきながら、なんで俺が謝らなくちゃいけないんだよみたいな感じになってしまっているわけなんですよ、表面上で。一方でいじめられた側っていうのは、なんでこいつと握手しなくちゃいけないんだよ、もうなんだろう、俺がぶん殴ってやりたいのにとか、私が捨てられたものやつも捨てたいみたいな、こう気持ちがやっぱあるわけなんですよ。あるいはもう視界から消えてくれと、一金輪際こう、もうここ私の目の前に現れなみたいな感じ
ぱり感覚を持ってしまうわけなんですよね。だから表面上は握手をした段階でいじめを乗り越えてさらに絆が深まったクラスとか仲良くなったクラスみたいなところなんですけれども、そもそも子ども同士がいじめられっていうのが起こったのに対して大人が介入する事態になった時点でいじめを根本から仲直りするなんていうのはまあ不可能なわけですわ。まあ言ったように、いじめた側っていうのは大人が介入して何々謝りなさいみたいな感じで本人は悪いと思ってないのに大人が悪いというその色眼鏡で見たがゆえに強制的に謝らされるということは反省してるわけないんですよね。でそんな表面上形だけの謝罪をされた側、いじめられた側なんかっていうのもそんなで納得するわけがないですから、お互いにモヤモヤ感が残ってるんですよね。はい、まあ幼稚園くらいだったらケロッとして次の日に来たら仲良くなってるなっていうケースもあったりするかもしれないんですけど、やっぱ小学生くらいになってくるともう初めから馬の合わない人同士が同じクラスになったらやっぱり喧嘩が起こったりとかいじめられるみたいな関係性が生まれてってしまうわけなんですよね。はい、なのでそういう部分でやっぱり大人が介入する段階までに本人たちが解決する分にはいいと思うんですよ。本人たちが解決する分にはいいんですけど、大人が介入していくような段階になった時点でいじめっていうのは根本的に解決っていうのは相当困難ですっていう、まあ、そんなお話なんですね。はい、でさらに強烈な話があって、実はいじめがある方がクラスの団結力とか雰囲気とかっていうのが良くなるんですよね。これなんでかって分かります？いじめがあった方がいいの、いじめがない方がなんかみんな仲良くしてるからいいんじゃないのっていうふうに思うじゃないですか。そうではなくって、いじめられっ子っていう共通の敵がいることによってそのいじめられっ子以外の団結力とか仲良さっていうのがアップしていくわけなんですよ。だからいじめられている人間がいる方がクラスの雰囲気っていうのは良くなるんですよね。でクラスの雰囲気がよく見えるから教員とかをはじめとした大人たちっていうのはなかなか気づかないもんなんですよ。で例えば暴力を振るわれてその子の顔に傷が入ったりとか、だんだん塞ぎ込んでってコミュニケーションを取らなくなってきたっていう取り返しのつかない段階になってから何かが違うぞ、何かが起こっているぞっていうふうに後から気づくっていう、まあ、そんな話になってくるんですよね。でさらに悪いのがそれを気づいておきながら教員とか大人側っていうのはいじめがあれば評価に響くんです。まず教員の方からしたら、だから教員の方に関しては評価に響くから、その事実が仮にあって認知したとしても無視をするか、いやうちのクラスはいじめなんかありません、皆さん仲がいいですっていう風に揉み消すみたいなことがあるんですよね。でいじめが起こってでそれが解消しましたと、解決しましたというふうに喜ぶのは結局いじめられっ子だけなので、いじめっ子も教員もさらにはその保護者たち、その、まあ、周辺の大人たちですねっていうのに関しては、そもそもいじめっていうものが露呈すること自体が都合が悪いわけなんですよ。これがなかなかいじめをすぐに解決できずにずる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 引っ張っててしまう、まあ、面倒事だなって言ってあっちのけそっちのけにされちゃってるっていう事実なんですよね。はい、だからかなりの荒療治なんですけど、いじめをじゃあ大人が介入せざるを得ないくらいの状況になって解決しましょうっていう風になった時に、これはカリキュラム云々とかって教員の話ではなくてなんとなく思いついた話なんですけれどもね、いじめっ子の子が本当に反省してるんだとしたら、じゃあそもそもやっちゃいけないことをやってるっていう認識を与えないといけないですよね。認識を持ってもらわないといけないと。じゃあ例えば暴力を振るいましたとか物を捨てましたとか水ぶっかけましたとかっていうんだったら、それを君に今からやってもいいかいって聞くんですよ。でなんでそんなことされなくちゃいけないんだとか、そんなことするのみたいな感じで抵抗を示した時点で、やっちゃい自分はされたくないことをあんたしてたんだよねということで、じゃあ今後もしまたそういう事態が起こった瞬間に容赦なくやるよっていうふうに、まあ、警告を出しておくんですよ。別にこれ脅しとかじゃなくて当たり前のことですから、警告をしておくんですよ。そもそもいじめっ子に関しては人権とか認めちゃいけないですから、暴力振るうとか物をなくすとかって大人だったら普通に犯罪の話ですからね。それを子供の頃からやっぱり認知を持たせないといけないっていう荒療治ではあるんですけれども、あるというふうに思いますので、それに関して抵抗を示したらボロカスに怒らなくちゃいけないというふうに思いますけどね。はい、って言ったら体罰だとかですね、
今の時代うんぬんとかって言うんですけど、それでじゃあ子供一人が亡くなったって言った時にあなたたちが責任取れるんですかって言ったら、もう亡くなってるのじゃ責任取れないですから、そういうところも加味をして、やっぱりそれを未然に防ぐ段階をまず作らなくちゃいけない。でもそれを乗り越えてしまっていじめが起こっているのであれば、今後再発しないためにある程度の力のある行動っていうのはこちらがかけてあげないと、子供っていうのは何しでかすか分かんないですから、そういう部分は安易な反省っていうのは絶対認めてはいけないというふうに思います。ということで、まあ、結構過激なことも言ったんですけれども、やっぱりなかなかいじめがですね現場で認知されないっていうのはそういう理由がありますということでした。ということですので、まあ、もし皆さんの周りでですねいじめっていうのが起こっていたとしたら、見て見ぬふりっていうのはせずにですね、まずは身の回りの、解決してくれそうな人に声をかけるということも非常に大事なんですけれども、再発を防ぐためにはやっぱりいじめっ子に対して今言ったようなことっていうのを、まあ、チラッとそのがっつり言う、がっつり言うと肩が立ちますから、まあ、チラッと言うっていうところから始めてみてください。それでもしガーってですね反抗を示してくるようであれば、それはもう本気にさせるくらいのですね伝え方っていうのをしてみてはいいかいいんではないかな、してみてはいかがでしょうかというところでした。まあ過激なお話はしましたけれども、いじめがないことは何よりですから、はい、僕もいじめっていう欲を受けてきてですね相当な思いをしたっていうこともありますから、ぜひですねもしこれを受けて、これを見ている方々がちょっとでもそういう問題に取り組んだりとか認知して無視してたなっていう方が少しも取り組んでいただけたら心もないことだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日の動画以上とさせてもらいます。お疲れ様でした。さらばバイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。